願いします。本日はヤクルトスワローズキャンプのグルメ編をお伝えしたいと思います。ヤクルトキャンプ地の近くに沖縄そば屋さんがありまして、そこをご紹介したいんですけども、僕ね何年も通ってるんですけども、最近近道があることに気づいたんですよ。そこ皆さん結構行かれてる沖縄そば屋さんだと思うんですけども、この近道知ってる人あんまいないかもしれないんですよね。ブルペンキャッチャーの星野くんにこの近道を教えてもらったら、で歩いて10分以上かかってた道が5分で行けました。動画見てもらうんですけども、初めに地下道が映るんですよ。もうその地下道を見るだけでこの動画の価値はありでございます。結構ねキャンプ行かれてる方はみんな行ったことあるようなお蕎麦屋さん、めちゃくちゃ有名なお蕎麦屋さんなんですよ。じゃあね皆さん見てください、どうぞ。おすすめの店があるんですよ。高エスそば、ヤクルトの練習場のトラックがあるんですね。トラックのここにですね、この地下道があります。この地下道を渡っていただいて、渡ったところを右に行けばお店があります。早速行ってみましょう。歩いて5分ぐらい経ちますと高エスそばがあります。来ました。こちらが油脂豆腐特盛りになります。おいしそう。油脂豆腐もここに入っております。いただきます。結構あっさりします。ごちそうさまでした。ということで高エスそばめちゃくちゃ美味しかったです。他の沖縄そば屋さんに比べたらあっさりしてると思います。選手もね大好きな人結構いるんですよ。休みの日とかに昼もしかしたらいてるかもしれないですよ。ぜひ行ってみてください。以上です。ゴーゴースワローズ。